後輩に気前が良すぎて三寸前のお笑い芸人7選。1、ビートたけし。映画監督としても数々の賞を受賞するなど功績を残す大物芸人のビートたけしさん。たけしさんは相方のビートきよしさんとお笑いコンビ2ビートを組み、型破りな漫才で人気者に。その後、1982年の夏頃には漫才ブームは収束。たけしさんはピンで司会をする番組を数多く持つようになり、1981年5月からは伝説のバラエティ番組俺たちひょうきん族がスタート。番組出演者の中でもたけしさんと明石家さんまさんは特に人気を博し、たけしさんのもとへ志士願者が押し寄せ、たけし軍団が誕生します。たけし軍団のメンバーはたけしさんを殿と呼び、タクシー代やお小遣いをたくさんもらえていたというからすごい関係ですよね。そんな大物芸人のたけしさんですが、お金に関して無頓着な立ちで、後輩芸人や軍団のためにどんどん使っていたそうです。しかし、そんなたけしさんに変化が訪れます。たけしさんは長年連れ添った奥様と離婚し、18歳年下の女性と再婚。オフィス北野を独立し、再婚相手と新事務所を設立。長年のスタッフやたけし軍団、さらには実の娘とも決別したそうです。たけしさんは離婚の際、数百億円の資産がほぼ元妻へ渡り、残った財産は家だけと発言していました。2、アイパー滝沢。編み物検定5級落ち者という意外な特技を持つお笑い芸人のアイパー滝沢さん。アイパーさんは極道芸人という芸風ですが、そのハードなキャラクターからは想像もつかないような可愛い編み物作品を誕生させて話題に。代表作チャカカバーはコントのネタにもされていました。実はアイパーさんの作品を披露するアイパー滝沢編み物展が開催されることもあり、作品を購入することができるそうですよ。そんなアイパーさんは後輩芸人を引き連れキャバクラへ行く芸人として有名だとか。キャバクラでは有金すべてを使ってしまい、後輩が心配するほどお金の使い方が破天荒だそう。またアイパーさんは2匹の愛猫を飼っていて、後輩芸人からは猫の餌代の心配もされているとのこと。実際に生活費に困ったアイパーさんは、猫を飼わないかと後輩に持ちかけたこともあるそうです。アイパーさんがキャバクラへ行くと1回10万円ほど使ってしまうそうで、飲食代も数万円をパーッと使ってしまうんだとか。どうやらアイパーさんはお金の使い方に関してはイメージ通りの芸人さんだったみたいですね。3、マジカルラブリー村上。2020年に行われた M1 グランプリで優勝したお笑いコンビマジカルラブリーは、ツッコミ担当の村上さんもボケ担当の野田クリスタルさんも親が公務員という共通点を持つ2人。野田さんの場合は実家がいくつも山を所有しているほどのお金持ちで、2018年まで毎月10万円もの仕送りをしてもらっていたんだとか。そんな苦労知らずの村上さんには散財癖があるそうで、バラエティ番組爆笑白山の笹ルールに出演した際に悪癖について明かしています。村上さんは給料のほとんどを飲み代とパチンコに費やしてしまうそうで、給料日の前の日にゼロにならなかったことがないとコメント。たとえ100万円もらった月があったとしても、後輩とかにわーっと使って最終的には後輩にお金借りてましたと明かしています。さらに村上さんはお笑いコンビバナナマンの大ファンだそうで、彼らが持っている愛用品も片っ端から購入しコレクションしているんだとか。中でも設楽統さんが愛用しているという高級時計グランドランゲ1ムーンフェイズにも手を出したというから驚きです。憧れの人が愛用している品には誰しも憧れを持ってしまいがちですが、もしも時計以上に高価な品を設楽さんが購入してしまったらと想像すると心配になりますね。4、エスパー伊藤。1990年代にボストンバッグの中に入るカバン芸で大ブレイクしたお笑い芸人のエスパー伊藤さん。エスパー伊藤さんは認知症を発症し、2019年1月から老人ホームで生活を送っていたそうで、残念ながら2024年1月に63歳で亡くなっています。カバン芸でブレイク中だった頃、エスパー伊藤さんは当時イベントに引っ張りだこで、イベント営業のギャラも1回15万円や20万円になると取材相手に明かしていました。忙しい月だと月500万円ほどの稼ぎになり、
当時はかなりの高収入芸人だったそうです。2012年には伊藤さんの自宅マンションに空き巣が入る事件が起きていて、現金25万円が盗まれたと報道されていました。ところが問題の事件現場は玄関横にある大きな窓ガラスが常備施錠されていない状態だったそう。その理由は伊藤さん自身が鍵をなくした時に窓から出入りするためだったそうですが、友人や知人もこのことを知っていて勝手に出入りしている状態だったのです。この話を聞いたリポーターは顔見知りの犯行ではないかと疑ったそうですよ。実際に伊藤さん宅を出入りしていた友人や知人の中にはお金のない芸人仲間もやってきていて、返す当てのないお金を頻繁に借りに来ていたとのこと。そんな人のいい伊藤さんの晩年は脳梗塞を発症し、生活保護を受給する生活を送っていたそうです。5. 麒麟田村博。学生時代の壮絶な貧乏体験を綴った書籍が大ヒットし、一気にお金持ち芸人になったお笑いコンビ麒麟の田村博さん。自伝ホームレス中学生は大人気となり、映画化やドラマ化され一世を風靡しました。また貧乏エピソードをバラエティ番組ひとし松本の滑らない話などで話すようになり、テレビ番組での露出も増加。しかしホームレス中学生ブームが収束すると芸人の仕事は激減。田村さんの相方である川島明さんはピンでの仕事が増加していきました。一方の田村さんは趣味のバスケのプロデュースや指導などバスケ活動の方に力を入れている様子で、相方の川島さんからもお笑いをやらずにいつもバスケをしていると見たにされる始末。そんな田村さんですが、後輩芸人から1回の会食代に10万円も惜しまない、金払いがすごいと言われている芸人の一人だそう。お金持ち芸人だから当然かと思われがちですが、実は過去のヒット作の印税などは一切残っておらず、逆にお金がない状態であることが指摘されています。ホームレス中学生で大金を手に入れた田村さんでしたが、そのお金のほとんどはお世話になった人たちへ還元したそうで、行方不明だった父親にも再会し家を買ってあげたんだとか。田村さんは人のためにお金を使う人のいい芸人さんのようですね。6. ピスタチオイジチ。2015年に白目漫才でブレイクしたお笑いコンビピスタチオ。残念ながら小沢慎一郎さんが芸人を辞めタレントに転身することになり、コンビは解散。イジチヒロキさんは芸名をピスタチオイジチに改名してピン芸人として活動することに。そんなイジチさんは歌舞伎町でホストのアルバイトをしていた過去があり、店舗内でナンバーワンとなった経験もあるそう。元ホストという異例の経歴を持つイジチさんはお金の使い方も派手らしく、芸人たちがイジチさんの誕生日会に集まった際にも事件が起きています。その際の飲食代金を社長が払ってくれると思っていたのに、社長が先に帰ってしまい、残されたのはお金を持っていない芸人たちだけだったんだとか。その時のお会計は数十万円ほどになっていたそうで、最終的にはイジチさんが当時の彼女に電話をし、足りない分のお金を持ってこさせたそうです。自分の誕生日会だったにもかかわらず、全てのお金を出した男気がかっこいいですよね。そんなイジチさんは後輩には全部おごり、自分のお金も彼女のお金も全て使ってしまうたちだそう。ホスト時代も月収400万くらいももらっていたのに全て使ってしまい、芸人になっても貯金などもしていなかったそうです。ホスト時代の後輩のためにもお金を使うイジチさんは、とにかく後輩にとって神様みたいな先輩らしいですよ。7. お見送り芸人しんいち。 R1 グランプリ2022の王者、お笑い芸人のお見送り芸人しんいちさん。彼の不思議な芸名の名付け親は事務所の先輩であるお笑いコンビサンドウィッチマンの伊達みきおさんだそう。芸名の由来は先輩やライブに来たお客さんを見送るのがうまいからというもの。そんなしんいちさんは昭和の芸人像に憧れを持っているそうで、自宅を持たずにギター1本を持ち、仲のいい女性や恋人の家を渡り歩くという破天荒な時期もあったそう。その一方で後輩などからお金貸してと言われると貸してしまうたちらしく、すでに80万円以上も貸しているんだとか。また情報バラエティ番組夜明けのラビットに出演した際に自身の収入や貯金額を明かす場面があり、番組内で使用していた紙粘土で 1g1 万円として収入や貯金を表す流れに。新一さんは23年度の5月分の給料について
塊 400g の紙粘土から半分ほどを取り、ほぼこれくらいと発言。さらに貯金を示す際には2塊ほどを取って表現していました。収入は悪くない様子なのに、新一さんの貯金額が少ない原因はきっとすぐ他人にお金を貸してしまう癖のせいかもしれませんね。今回は後輩に気前が良すぎて破産寸前のお笑い芸人7000を紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。